はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ。おお、今回こんな感じ。今回もやっていきます。50ポイントゲット。なんかいっぱいいるね。ということでイベント、はい、転生妖怪現れるということでね、大海賊シュラヒゲということで、シュラヒゲか、バイキングみたいな名前だと思ってたけど、シュラヒゲということで、気まぐれゲートイベントということでね、今回は始まります。門芸ようやく島に着いたにゃん。私は船酔いがひどくて、ふふっ、全くだらしないぜ。本当にこんなところに幻のお宝あるんずらかってね。ということで、お宝探しですか。まだダイモン教授、まあこのダイモン教授がいるってことはね、気まぐれゲートですね。さあ、レアな深海の間、幻のお宝があるかもしれない。さあ、頑張っていきましょう。サマーラビー、スノーラビーじゃなくてサマーラビー。ということで、気まぐれゲートイベントね、始まりました。ご褒美もねあるんですけど、まあ、まずはねガシャやっていきたいなと思います。ポジティブーンでゲートクリアご褒美で、天女神、カッパちゃん、カッパちゃんをゲットしようっていう話なのかな。うん、レベル9まであるっていう感じか。そしていけた人は10も11も、そして大門教授の12も目指せよっていうやつなんだな。はい、まあ今回もねお助けで1しか消費しないのであれば結構いいんじゃないのっていう感じがしますかね。はい、じゃあまずはガシャやっていきましょう。18000までね貯めたんだけど、ちょっとレベルがね結局上げなきゃいけないからな、 Z ランクとかね。なのでコマミとかも育ってないし、はい、まあただね、転生妖怪ってやっぱり結構いいんだよね、いつも。今回このシュラヒゲ登場だけど、出現率アップはサマーラビーなのかな。うん、サマーラビーとキラキライオン。ヒットポイント回復って珍しいな。攻撃力ダップとダメージ。うん、サマーラビー。そしてピントクール。で、転生ガシャの。おお、NG って出たぞ。大丈夫か？大丈夫か？中身が見えんぞ。俺のせいなのかな？どうなんだろう。はい、ということでちょっと中身が見えないで心配なんですが、やっていきましょう。特攻は、今回の特攻は、天女神ってあれか、山女神が天女神になったのか、カッパがカッパちゃんになったのね。スキルはプリチーの種族効果アップということで、かなりこれはいいですね。カッパちゃんいいですね。そして吹雪姫みたいなやつは追加なのかな。うん、一応この浅い海の、ま、浅見でいいのかな。サマーラビーって、サマーラビーがとにかくいいのかな。あ、違うね、深海の間、シュラヒゲ、シュラヒゲはガシャなのか。あー、そして深海の間は天女神。あとポジティブン、ポジティブンは何、交換のくせにご褒美の間だけなの。ということで今回は交換が期待できないっていうパターンなのね。ピントクールがイベントマップ、交換いらなくね、ポジティブンいらなくね、ご褒美の間なんて普通にクリアできるでしょ。どうなんだろう。今回はということで、この天女神がゲートご褒美か。あ、だからこれか。20、これいらねえんじゃねえのかな。天女神ただでもらえるのいいね。まずは25を目指すって感じなんだろうな。あー、なるほどね。ポジティブがいるかどうかはちょっと微妙ですかね。ただ、
リツイート報酬が、これが18日にもらえるんで、まあ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 飛ばしていってもいいのかなっていう感じがしますかね。はい、じゃあごめんなさい、ガシャ回していきましょう。さっき見えなかったんだけど大丈夫かな。じゃあ運落としていきましょうか。まあ10連でいいですかね。修羅駒のアップがね来た時でいいのかなと思います。とりあえず10連ずつ3アカウント30連回していきましょう。転生ガシャ、何これ、 SS 以上確定ガシャ、あ、こんなのあるんだ。購入なんだね。はい、じゃあ行きましょう。中身見れないこれ俺だけ、どうなんでしょう。まあいいや、この修正前に回した人はやばい。これはまさか、今までガシャの中身見えなかったことなんてあるのかな。お、すごい、金が3個。まあ気まぐれゲートイベントのねポイントは、無課金でやる人はねとにかく我慢ですね。特攻が出るまで我慢。だ、今回だったら天女神と、白駒ね、ヒゲ駒だっけ。うん、くそー、うるや、お、来た、ドゥン、冷凍おにぎり。これは違うまで特攻だよな。勇ましいだね。さあ行きましょう。うっ、うーん、おお、やった。なんだっけこれ、常夏姫だっけ。ガシャの中身見れないからな、微妙だな。というわけで最初の20日までか、このガシャ。ということで20日までだから、結構長いね。17、18、19、20、4日間もやんのかい。はい。で、18日に配布があるんだね。ちょっと最初は我慢の4日間になりそうですね、私はね。はい。そしたら、2番目のアカウントいきましょう。はい。これ2番目のアカウントでね。ちょろっと進みちゃったけどね。やっていきましょう。転生ガシャ。中身。俺だけかな、俺のスマホ古いからな、もしかしたらえぐってるかもしんねえ。いいね、これはね言ってるんだよね、サバカでもセミマルは。さあ行きましょう。中身は相変わらず、あ、見れるようになった。シュラヒゲが 0.5% か。これですごい引かれる、引く方は爆死されるんだろうな。今回クリスタルシュラコマいるってことで、クリスタルシュラコマね優秀なんだよね。うん、種族効果アップになるから。一応さっき常夏姫出たけど 0.5% だったんだな。はい、まあ、この中では特に欲しくはないかな。でも結構持ってないから止まってもちょっと油断できないかなっていうところですかね。はい、じゃあ行きましょう。とにかくねこのイベントは特攻が出るまでね待つ、ひたすら待つ、漢方を使わずに待つ無課金攻略の場合はね、無課金じゃなかったらもうガンガンやっちゃえばいいんじゃねえのって感じがするけどね。まあおはじきと違ってお助けがあれだからな、序盤で決めるといいと思うな。あの金土日ってあると思うんだけど、その時にやってる因率が高いので土日でクリアするのが一番いいのかなと思いますね。あの早くクリアしたい人はね。はい、じゃあ行きましょう。うれ、オッケー、来てくれよ、どれや。うーん、ピントクールか。これはマップのダメージアップだからあんまりピントコーンの転生ですかね。はい、そしたらうれや、うれや、あー、ゼロ博士。うれ、あー、ピント来てんじゃねえよ。はい、ということで2番目のアカウントは特攻なしで、まあ、これマップだからなやることになりましたと。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。はい、これがね3番目のアカウントですね。はい、あんまりYポイントたまりませんでしたね。うん、
まあしょうがない、レベル上げとかでね精一杯でしたね。はい、じゃあ行きましょう。ちなみに元気ドリンクね、最終日めっちゃ落ちてね、結局今回3カウント45個だな。久しぶりに50個いかなかったんだけど、そう、最終日落ちまくって、最後の方落ちまくって困っちゃったんだよね。これでおはじきおしまいだと思ってたら、なんか元気ドリンク落ちちゃって、使い切るのがなんか時間いっぱいになっちゃいましたね。はい、じゃあ行きましょう。これも10連回したいと思います。まあ18日にね、何ワイポイントもらえるかな。とりあえず金は毎回出ましたね。はい、というわけで行きましょう。まあ多分3番目の今回のアカウントみたいなのはちょっと多分クリアはできないと思うので、まあ適当にみんなのねお助けというか元気を送って、まあワイポイントちょこちょこっと稼ぎたいかなと思います。そしたら金、うりゃ、お来たよ、うりゃ、またピントコーンか。ピントコーン出現率アップだな。ピントコーン3体目、けど不思議だったっけ。さあ行くぜ、うりゃ、あーザ・シャークだ、これ妖怪三国志だったら強いのにな。ということで、はい、30連やってみましたが、まあドボンですね。まあでもいいんじゃないですか、4日間ちょっと我慢してプレイして、はい、修羅ひげ超アップ、ちょっと長いんだよね。さっきも見たけど、このガシャが4日間だよね。ちょっと長いのでね、まあちょうどいいかな。火曜日になって、出現率アップを待ってね、その間はちょっとのらりくらりとね進めて、まあだからジャネガブーンもゲットするって形になるのかな。なんで2800まあ使ってやるか。これご褒美の間ね、ポジティブ運がね、ご褒美の間だけの特攻で、まああとはね天女神をゲットして、多分ねもう一体いないとその深海の間をクリアするのがかなりね、無課金だとちょっときついはずなので、はい、まあまあまあ山女神じゃなくて天女神か、まあ、今回もね無課金攻略でやりたいと思いますんで頑張りたいなと思います。一応ミッションの方では漢方ゲットできるのかな。あと前回漢方かなりドロップしづらかったんだよね。なのででもミッションで漢方もらえるね。あとは交換もできて、でよくねやるのがね、間違えて漢方使っちゃうことねよくあるんでね、それだけ気をつけましょうね。お助けが今回ね、やっぱり今回も 1% しか体力消費しないので、かなりお助けしやすいのでね、もうどんどんお助けしちゃってね、漢方落ちないんだよな今はな。なんでとにかく特攻が出るまでじっくりクリアできるところをクリアしていければなと思います。多分まあメインアカとかはクリアできるんだけど、サブアカとかはねクリアが結構大変だよね。ガシャがあれじゃないとね。はい、こんな感じか。はい、じゃあ今回はとりあえずガシャを軽く回してみました。皆さんどうだったですかね。よろしければコメントなどで教えてください。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の超アップをね狙いたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。